こんにちは。エーブル岡山駅西口店の菅です。今日はこちらのシャトレー恵の方の物件をご紹介させていただきます。まずこちらの物件の駐輪場がこちらになります。屋根付きの駐輪場のため岡山大学に通う方などもすごい利用しやすいものになっております。それでは物件の方ご案内します。皆さんはじめまして。今回はちょっと音量が小さかったので僕もご案内をお手伝いしていきたいなと思います。あ、ちなみに物件名はシャトレー恵みです。愛って呼んじゃった方職員室までおー、エッチなアングルですね。それではご案内させていただきます。ってお前が先行くんかい。まずこちら玄関の方がキッチンと兼用されているスペースになってまして、かなり間口としては広くなっており使い勝手がいいです。で、続いて玄関の隣にキッチンがありまして、一口のこちら IH のキッチンになっております。学生のアパートとかで今どんどん増えてきてるんですけれども、かなり人気の高い物件となってます。で、水栓が2つついておりまして、で、隣に冷蔵庫を置くスペースがあります。まずこちらがお風呂ですね、はい、はい、続いて脱衣所とお風呂場ですね。バスルーム結構大きな浴槽がついてるので広々できそうですね。はい、続いてトイレですね。こちらも温水便座がついているものになりますので、かなり使用感もいいんじゃないかなと思います。チタンも最後に可愛いです。こちらがバスルームの洋室の方になりまして、床が今流行りの白い調の木目になってます。かなり白い調のものであれば、まあ、角度も回ってやすいですし、まあ、思いやすい設計なのではないかと思います。で、後ろ側にね収納がついてまして、こちら奥行きもしっかりありますし、でこちらにバーの方もついてますので、洋服とかもかけたり、あるいはケースとかバッグとかそういうものも、まあ、十分に収納できるスペースがあるのではないかと思います。で、今回南側の方にですねバルコニーがついてまして、簡単なものにはなるんですけれども、こういった単身様の物件には結構珍しくですね、奥行きもあってかなり洋服とかかけやすくなってるんじゃないかと思いますね。緑もあってかなり落ち着く物件ですね。最後に物件の設備だけご紹介させていただきたいんですけれども、こちらにエアコンの方が1台ついてます。かなり新しいものになるので全然交換の必要もないかなと思います。で、もうテレビインターホンがついてますので、まあ、来客とかの時に、まあ、誰がこちら見てるのかな、来たのかなっていうのも分かりやすくて、まあ、女性でも全然安心してお使いできるんじゃないかなと思います。で、テレビ線がこちらの形ありますね。はい、今回ご紹介させていただきましたシャトレー恵み、こちら岡山大学の四方キャンパスから徒歩4分ほどの好立地の物件となっております。ぜひ気になった方や興味を持たれた方は動画の高評価とまたチャンネル登録お待ちしております。また気になられた方はお問い合わせ含めてお待ちしておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。よいしょ。はい、今回ご紹介したのはシャトレー恵み、いかがだったでしょうか。もし参考になった、面白かったという方は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今後もね、もしかしたらアシスタントとして登場することはあるかもしれないので、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、バイバイ。